さんこんにちは、今です。いつもご覧くださってありがとうございます。東京都知事選が終わりました。私も興味深く拝見してたんですけれども、まあ予想通りの方が当選されてました。で、今回この選挙を見てて思ったんですけれども、小池さんが当選されたのはまあごく自然なことだなっていうふうに感じました。うちにはテレビがないんですけれども、ネットの速報ニュースとか、まあ、YouTube のねニュースのようなものを見てたんですが、ちょっと不思議な感じがしましたね。なぜなら候補者っていうのをなぜかね4人だけがクローズアップされてて、他の方がほとんど出てきてないんですよね。今回立候補された人数って56人いらっしゃったんですよ。でも主にテレビとかそういうニュース速報に出される方って大体小池さんと石丸さんと蓮舫さんと、あとたまに田母神さん、この4人だったから、あれ今回もうちょっといたなと思って、まあ、調べてみたら56人いるんですよね。特にねテレビを見てる方は4人が立候補してこの中から選ぶんだろうなっていう感覚になるようなね見せ方をしてたなっていうふうに感じました。あとは YouTube で結構演説をしているところを、まあ、出してる動画って多かったから、そこで目立ってた方、だから YouTube は見るけどテレビは見ない方はそちらの YouTube で結構見てる方に投票されたんじゃないかと思いますし、テレビを主に見てる方はテレビで映し出されたこの4人のうち、特に、まあ、上位3名ですね、こちらの方に投票をされたんじゃないかと思うんですね。だからもうそのまんまですよね。で、どっちが見られてるか、テレビと YouTube も比べたらテレビが圧倒的に見ている人口って多いんですよ。もうそれはこの選挙の結果からもわかるし、まあ年代的にテレビを見ている方の人口の方が多いから、それからその年代の方が割と投票に行く率が多いからっていうのもあります。ただいいなと思ったのは、ここ近年そうやって YouTube で演説の投稿が増えてるから若い方も見てるし、中高年の方とかでもテレビを見ないけど YouTube 見るっていう年代の方もやっぱそれを見て選挙に興味を持っていくとか、まあそういうので今回前回よりも投票率が増えたのもあるかなと思います。ただYouTube でちょっと目立ってた方とテレビに頻繁に出された方以外は、こんな人が立候補してたのかっていうぐらい全く誰も知らない、そういう方にはやっぱ投票って入らないですよね。これはすごくね不公平だなと思います。同じように立候補しているんだったら同じくらい、この特にねテレビには出していいはずなんですよ。でもなぜか上位この4名ばっかりなんですね、出すのが。しかも上位3名ですよ、ほとんど。テレビだけ見てる方は本当にねこの4名から選んだと思います。なぜなら知らないから。だってまあ中にはね調べる人もいるかもしれませんけど、ほとんどの人は調べずに映ってる率プラス長い間見てきた人が有利なのは当たり前なんですよ。小池さんなんてもう何年もずっとテレビに映り続けてるんですよ。ということは人の記憶に残ってるんですね。で、知ってる人だからっていう、あの人間ってこう安心感があるんですね。そして今特にまあ不便ではないかもなく不可もなくだったら今まで通りの方を選ぶ傾向にあります。まあ、そういうのがいろいろ合わさっての今回の投票の結果だったと思います。まあ、しばらくはこういう傾向って続いてはいくと思うんですけれども、
ただしテレビはまあそのままだったとしても YouTube の方は演説の光景とかがどんどん映し出されていくと思うんですね。これからもテレビは自分の意思では出してもらえないですよね。もうメディアの方で決めてるから。じゃああとはどうしたらいいかっていうと、もう YouTube で目立つしかないんですね。例えば目立つって言ったら大きな声だったりとか、まあ、情熱を持って話すとか、ちょっと動きとか服装とかを、まあ、目立たせるしかないですよね。これから立候補する方は自分でコントロールできる YouTube の方、こちらにどんどんアピールをしていくしかなくなるんじゃないかと思いますね。でも一番いいのはね、もうメディアに出させてもらったらもうそれだけで、多少不祥事とかやっててもあまり関係ないですね。人は話はあんまり聞いてないと思います。ただ耳から入ってくる名前と、テレビ画面に映るその人の顔、それしか見てないと思います。でもそれでは政治は変わっていかないし、私たちの生活も変わっていかない。じゃあどうしたらいいかっていうと、やはり自分で立候補している方を調べて、テレビだけじゃなくて、今回は何人立候補してて、誰が立候補してて、何党っていうのも書いてありますし、その方がどういう方なのかとか、まあ興味持って調べればね、出てくると思いますので、それをやっぱやっていかないと、あ、この人知ってるから入れようとか、他のこの人は知らないからもういいやとか、それでやってると今までとあんま変わらないんですね。また次回も小池さんっていう形になると思います。で、これが続いていくと、現状維持ではなくて、やっぱ悪化していきます。この日本の政治っていうのは。で、それを変えたいんだったら、今回は違う方に入れてみようっていう形で、ちゃんとその人を見るっていうことが大事になってくると思います。私は東京都民ではないので、今回の選挙は参加できなかったんですけど、まあ、その他の選挙で、投票できるものに関しては必ず選挙に行きますし、じゃあその時にどうやって選んでるかっていうと、まずは話を聞く前にその方の波動を見るんですよ。結局その方から出ているエネルギーですね。どんなエネルギー状態なのか、この方が。その次に顔をしっかり見ます。この顔にその人の人生が出てるんですね。まあ人相っていうんですか、それを見ます。その次に初めてその方の話で、最後にその方の肩書きとか経歴とかを見ます。そうやって、まあ、誰に投票するかっていうのを決めるんですけども、一番も本当に大事になってくるのはその方から出ているエネルギーなんです。もうこれがだいたい 80% ですね。それが決め手なんですけど、これは選挙に限らず、何か自分と関わる人って、まずはこのエネルギーから見ていきます。まあそうするとね、だいたい間違いないんですよ。まあ稀になんですけど、自分の持ってるエネルギーを隠せる人もいるんですね。ただ、限界もあります。もう長時間になるとさすがにエネルギーが漏れてきます。でも短時間だったらエネルギーを隠せる人っていますから、そうなると私もそこまで見れないですね。だから何回も会うとか長時間一緒にいるようにします。何か大切な関わりを持つときはね。こういう選挙って何回も演説をする、長時間そういうのをたくさん見れば大体わかりますから、あとはもう本当に顔に出ますからね、どんなに隠しても大体ほとんどの人は出ますから、そういうところを見ていけば選べるんですよ。まあただそこまで興味を持って調べる方がまだ少ないなっていうところですね。だからまあ知ってるし安心感があるしっていうところで選ぶから、こういう形になるのかなと思います。
特にスピリチュアルに興味がある方は、まあ小池さんはあんまり選ばないんじゃないかとは思うんですけど、でもちょっとずつやっぱり変わってきてるんじゃないかと思うんですね。この選挙に対する国民の考え方って、こっからまあ何年かねかかるとは思うんですけれども、少しずつね人の意識が変わっていくと選ぶ人も変わってくるんで、政治自体も変わってくると思います。だからいくら選挙にとにかく行けばいいって、それが第一歩だよって言いますけど、まあ確かに第一歩なんですけど、行ったとしても、誰に入れていいかわからないからとりあえず知ってる人とか、まあ適当にこの人でいいかじゃああまり意味がないので、本当の意味で政治に興味を持って、誰がなってもまあ同じっていう見方もありますけど、やっぱ同じではないですよね。やっぱ政治を動かしてるのって政治家なので、私たちはどんなに抗議をしたり意見を言ったところで決めるのは私たちが選んだ政治家の方だから、もうその後って私たちにはもうどうすることもできないところになりますよね。ですから一番私たちができることって、このまず投票に行って誰を選ぶかっていうここだけなんですよ。今はねそれしかできないから、少しだけ今までよりも時間をかけて真剣に選ぶっていうここです。そしてあとは投票をして応援をする。応援っていうのはいつもありがとうございますっていうことで感謝をして、そしてお願いしますっていう形で自分の思いを、まあ、エネルギーとして届ける、まあ、それぐらいしか今はねないですけど、ただ、芸能人の方とかインフルエンサーの方は一般の方よりもできることがまだあります。演説をするときに応援演説をしたり、自分の持っている媒体を使って紹介する、私はこの人を応援してますよって、それはなぜならこの方はこういうことをしてくださる方だからみたいな感じで応援することもできますので、まあいろいろね人によって、どういう応援ができるかっていうところはありますけど、一般的には真剣に選んで応援する人を決めて投票に行く、まあ、これはできますから、選挙権がある方だったらね、どなたでも、まあ、今はねもうそれをやっていくしかないっていうことと、子供さんがいらっしゃる方はお子さんに早いうちから今政治ってこうなってるよとか、選挙ってこういう仕組みだよとか、まあ、そういうことを教えていく。学校ではね教えてくれないと思うんですね。一番こういうのって大事なことなんですけど、なんか暗記するような授業だと思うんですね。社会科とか選挙とかあったらすごくいい教材になると思いますので、あなただったらどの人がいいと思うみたいな、そういうのを親子でこう考えていくのもいいんじゃないかなと思います。日本という国はまだ諦めてはいけないと思います。私も全然諦めてないです、日本をね。もう諦めて海外に引っ越す方もね多いんですけど、私はまだ今のところはそれは考えてません。まだまだ日本をもっともっと良くしていきたいなと思いますし、それにはやっぱりまずは選挙だと思うんですね、今はね。あとはね、本当にね、テレビです。一番このテレビっていうのが悪影響をもたらしてる、もう一つもいいことはないと思うんですね、テレビって。もう今テレビがなくてもネットでね、何でも見れるので、テレビ番組だって YouTube いっぱい見たいドラマとか上がってますから、いらないです。CM っていうのも本当良くないんで、私もう20年ぐらいテレビがない生活してるから、もう CM をどっかで耳に入ってくるともう頭痛がして止まらないんですね。
それぐらい波動的にすごく荒いんですよね。であれをずっと、まあ一日中じゃなくても一日の何時間とかずっと聞いてたら、どんな方でも麻痺していきますよ。その自分で考えるとか正当なこう判断力っていうのが鈍ってくるので、あとできることってもう本当にこのテレビを処分する。うん、日本中の家からテレビがなくなったら人の意識ってものすごく変わると思います。それぐらい強力なんですよ。一番ツールとしてはいいグッズなんですよ。これはもう人を支配する上でね。だから一家に一つずつよくね送り込みましたね、このテレビをね。あの戦後よく作った人って頭いいなと思いますよ。それぐらいね、あのよくできたもので、私も子供の頃はねずっとテレビがついてました。でももう本当になくなったらないで全然 OK だし、なんならそっちの方がずっと良かったです。最初はねなんかちょっと寂しかったですけど、うん、まだこういった SNS とかがそこまでね普及してない頃にテレビを手放したから、でもその時間本を読んだりとか自分と向き合ったりとかしてたので、本当にいい時間を過ごしたなと思います。まあでも今は結構 YouTube とかね、あのインスタとか見るから、それでもテレビより全然いいです。選べますから。まあこれからまたねいろんな選挙っていうのが出てくると思いますので、その時はこれまでとちょっと違った意識で候補者の方を見て、ぜひ、自分が選んだ人に投票に行ってください。まあ誰に入れるかはご自身の自由なのでね、こればっかりは誰に入れてって言われて入れるものではないし、その方が自分で決めた人の方がね、応援しがいもあると思いますので、はい、では皆さん選挙行きましょうね。では今日のお話が良かったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。